斉藤金吾斉藤金吾から1941年6月12日は、明治から大正時代の政治家、王子主、衆議院議員、河野、斉藤康衛門の長男として、出は鶴岡半寮田川郡、後の山形県田川郡張間村に生まれる。同村、加藤龍馬に学んだ後鶴岡の中体元について、官石を収めた。 1881年古町役場に入り、1889年町村政志向と、共に坂江村助役、1893年同村長に就任する。この間、1891年には西田川軍会議員に当選し、軍政廃止まで33年間在任。1895年からは山形県会議員となり3期務めた。 1924年5月の第15回衆議院議員総選挙では山形県軍部から出馬し当選、衆議院議員を一気務めた。素骨な性格ながら、農事、教育、平時など各方面に功績を残し、1925年随法賞を受賞した。1923年には鶴岡の軍役所前に銅像が建てられたが、1942年、 太平洋戦争で金属教室となった。墓所は、ハリママサル伝寺、同地には、聖徳碑がある。ありがとうございます。